こんにちは、 UT イノベーション歯磨き委員会代表歯科衛生士の宇多です。レッスン中は練習になるべく多く時間を使いたいので、必要な道具は事前に揃えておいていただけると助かります。この動画では必要な道具を説明していきますので、レッスン前のご準備をよろしくお願いいたします。まず場所から説明していきます。レッスンの場所は洗面所、リビング、お部屋、どこでも大丈夫なんですが、洗面所以外で受けられる際は、テーブルに置けるタイプの鏡と、唾をペッと吐き出せるボールみたいなのがあるといいと思います。はい。で、次は歯ブラシです。歯ブラシは大きく分けて3タイプあります。柄の長さ、とか形とか毛の大きさはお好みで何でもいいんですが、毛先の状態を見て買うようにしてください。で、これは先細、毛先が細くなっているタイプなんです。で、これが一番お店で多く売られているものなんですが、これは歯周病中度以上の方で、歯周ポケットが6ミリ以上ある歯茎の中にこの毛先を入れ込んで磨く、結構特殊な歯ブラシになりますので、一般の方が歯茎から上のばい菌を落とすものには適していないと私は思いますので、このタイプは買わないようにしてください。はい、次は山切りタイプです。ギザギザになっています。このタイプもあまり良くないですので、これも買わないようにしてください。一番いい形、毛先の形は平らなタイプです。何も加工されていない平らなタイプが一番いいです。なんでかっていうとですね、歯に当てた時に当たる面積が一番広いですので、このタイプがいいです。ギザギザにカットされてたりすると当たる点が少なくなっちゃいますので、一番当たる点が大きい平らなブラシを買うようにしてください。はい。で、毛の硬さなんですけど、普通が一番いいですがですね、日本人の約8割は歯周病と言われていて、で、歯茎が腫れててブラシが当たっただけで血が出ちゃう人が多いので、初回レッスンの時はこのタイプの柔らかめを買うようにしてください。で、2回目以降レッスンを受けられる方で、日常の歯ブラシの時に血がもう出ていなければ、普通のこのタイプの普通の硬さを買うようにしてください。はい。じゃあ次は歯間ブラシです。歯間ブラシって日本人にはまだ馴染みが薄くてですね、使ったことない方や、あと買ったけど使わなくなっちゃったよっていう方も多いんですが、歯周病の進行を止めるためと、そもそもならないくなるためには歯間ブラシ必須アイテムになりますので、ご準備お願いします。で、これは2回目以降で使えますので、初回レッスンだけ、1回目のレッスンだけ単発で受けられる方はとりあえずはいらないかなと思います。が、一応説明だけしてきます。まずですね、ゴムタイプとブラシタイプがあるんですけど、ゴムタイプは落ちないですので、必ずブラシになってるタイプのものを選んでください。で、なんでゴムタイプが落ちないのかっていう説明はすごく長くなるので、また別に説明していきますので、ブラシっていうのだけ覚えておいてもらって、ゴムタイプは買わないようにしてください。で、形なんですが、お店で売られているのって柄が短くて、こういうふうにブラシが上についてて I 字型のが多いんですけど、 L 字型の棒が長めのものを買うようにしてください。奥歯とかは棒が長い方がすごくやりやすいですのでね、
棒のが長めの L 字を買うようにしてください。それから次はフロスです。フロスはロールになっているタイプで指に巻きつけて使うものと糸ようじタイプがあります。で、糸ようじも Y 字型とノコギリ型があります。初心者の方とかお子さんは断然 Y 字の方がやりやすいですので、初めて使うわっていう方はこういうふうに Y 字のこっちですね、 Y 字型の糸ようじを買うようにしてください。で、糸ようじは全く虫歯の治療をしていない方か、入れて出す時にどこの歯も引っかからないっていう方は糸ようじでもいいんですが、引っかかってしまう方と、あと虫歯の治療をした方はなるべくロール状のものがいいですので、このタイプを買うようにしてください。で、このタイプはワックスがついてるタイプとついてないタイプがあって、ついてない方がおすすめなんですが、市販で、売られているものってほとんどワックスついてますので、なるべく糸が太めのタイプを選ぶようにしてください。あのテープタイプとかっていうものはあんまり取れないですので、なるべく太いの見て買うようにしてください。はい、次に道具は、歯ブラシ、歯間ブラシ、あとフロスで、洗面所以外の方は、テーブルに置けるタイプの鏡とボールですね、唾を吐けるボールがあるといいと思います。はい、で、この動画は完全マスター3回コースか、あと大人単発コースを受けられる方がこの動画見られていると思うんですが、完全マスター3回コースの方は、スペシャルセットが届いてくると思いますので、レッスン前に必ず開けて足りない道具がないかとか、こういう風に使うものなのかなとかっていう風に開けて触って確認をお願いします。で、大人単発の方は今説明したものをお店で購入いただいてもいいですし、あとショップの方でですね、 UT の、 スペシャルセット、全部初回で使う道具を売られてますので、そちらのセットもよろしければご購入お願いします。完全マスター3回の方はそのセットもついて、あと 1,2,3 回レッスンもついてのコースになりますので、とてもお得になりますので、できればそっちのご購入いただけるといいかなと思います。はい、だから使用道具の説明は以上になりますので、レッスンでお会いしましょう。またね。